こんにちは。今日はこちらの、ノートレモンドのソファーテーブルをご紹介したいと思います。こちらはベルギーにあります古い家具メーカーが、ソファーテーブルに特化してしているブランドになります。でトレーとこのベースを別々にご自分でご自由にコーディネートしてお買い上げいただくことができます。こういうふうにトレーをもともとゲストが来られた時にはお飲み物なんかをセットしてサービスすることができます。で、この高さっていうのは割とソファーテーブルにしては高いんですけれども、ちょっとお酒いただいたりとかお飲み物をいただいたりするのに使いやすい高さになっています。で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭では普段これをサイドに寄せてここで空間を作ったりすることもできます。ブランドジュリエでは最近伝統的な応接セットと言われるような3シーターワンシーター2セット、それから真ん中に大きなソファーテーブルを置くような伝統的なスタイルではなくって、その方の生活スタイルやご家族構成に合わせたインディビジュアルな提案をしています。こちらはこういうふうな入れ子スタイルになっているんですけれども、この形っていうのはもともと北欧の割と手狭なお家用にデザインされたものなので、すごくこう日本の住宅にもフィットして使いやすいかなと思います。で、こういうシンプルなデザインがどうしてこうブランドジュリエのようなフレンチシックっていう風に思われるかもわかんないんですけど、このやっぱり鉄を入れるっていうのが、この鉄の足、これは鉄の足でできてるんですけど、鉄を入れるっていうのがすごくやっぱりフレンチシックの要素になるんですね。でこう柔らかなふんわりしたこうフレンチシック の雰囲気にこう鉄を入れることによってピリッとしたスパイスを効かせることができます。こちらのトレーはそれぞれデザイナーがセットで提案していまして、で組み合わせもベースの組み合わせもセットで提案されているんですね。なので当初ブランドジュリエでもこちらをセット販売してたんですけれども、いろんなお客様からお問い合わせがあって、こちらのトレーとまた別の組み合わせのトレーを購入できないかとか、あとベースもこの高さとあと全然違う高さのものをセットで買いたいとかっていうふうにいろんな問い合わせがありまして、昨年末に全てこうホームページ改修しまして、プライス設定も新たに設定して全部一つ一つ買っていただけるようになっています。こちらのトレーは毎シーズン新しいデザインが発表されますので、また新しいものを新たにご購入していただいて、お部屋の雰囲気を変えるスパイスにしていただいたらなと思います。でこちらを壁掛け用 のフックなんかも別売りしていますので、素敵な壁を作る要素にしていただいたらなと思います。フランス、ヨーロッパではインテリアに対する考え方もすごく先進的で、自由な発想でコーディネートしていますので、そういうエッセンスを取り入れていただいたらなと思います。